大津波記念碑とは、大津波の被害を受けた地域の住民が子孫への警告として設置した記念碑。同様のものは日本各地にあり、津波上収地帯である三陸海岸で海と接する岩手県内だけで200基を超えるが、本校は有名な岩手県宮古市思え屋根基地地区の石碑について述べる。他の記念碑については災害記念碑参照。 姉吉集落にある昭和8年宇都つ派記念九1933年の昭和三陸地震による津波の後で岩手県宮古市思え姉吉地区に建てられた。思え半島の戸戸ヶ崎の南西約2キロメートルのところにある姉吉漁港から急坂を8 0 0ルほど上がった海抜約6 0ルの山腹にある。大きさは縦約1 5メートル、横約5 0トル。 気分は、明治29年の津波で、村の生存者はわずか二人、昭和8年の津波では、四人だけだったと過去の大津波で、村民がほとんど全滅した悲惨な状況を伝えた上で、大津波の悲劇を記憶し、何年経っても用人せよと、今しめ、津波は、ここまで来る。ここから下には、家を作ってはならないと警告する。石碑のある場所からは、 大和樹木で海は見えないが、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による津波は、姉吉漁港がある入江から集落へ続く川や、道沿いに陸側奥深くまで流れ込み、大津浪記念日の約50メートル手前にまで迫ったが、石碑の渓谷通り上にあった集落までには至らず、建物被害はなかった。また、 地震発生時に海岸近くにいた住民もすぐに自宅に戻って難を逃れた。この事実が報道によって広まり、津波記念碑が改めて注目されるきっかけとなった。震災後の2012年7月、大津郎記念碑の手前50メートルに津波到達地点を刻まれた石踏みが建てられた。2014年、岩手県盛岡市の団体職員らにより大津楼記念碑の拓本が取られ、 ポストカードや T シャツに印刷されるなどして、津波の危険性を警告する題材として、海外を含めて話題となっている。さらに石碑を角度を変えながら何枚も撮影して、画像処理ソフトで分析するデジタル拓本も取られている。これらにより読み取れる文面は以下の通りである。大津郎記念日高き住居は、自尊のの荒草へ、 三家の大釣路をここより下に家を建てるな明治29年にも、昭和8年も釣路はここまで来て部落は全滅姿勢、有りわずかに前は二人後に四人のみ、幾歳降るとも用心あれこのような過去の津波に、遭遇した先人たちの警告は、時間の経過とともに徐々に忘れ去られ、石碑よりも海側、やがて海岸近くにも家が建てられるようになっていった。こうした状況下で、 東日本大震災による津波が発生し、再び多数の人命が失われたのである。また、姉基地区の話ではないが、地区によっては土地を手放したい地主、一部悪質不動産業者などが石碑を疎ましく思い、勝手に海側へ移築してしまった例もあるという。これでは正しい情報は伝わりにくいと言える。失敗枠を提唱する、畑村洋太郎は、 失敗は人に伝わりにくい。失敗は伝達されていく中で減衰していくという失敗情報の持つ性質を見出している。ありがとうございます。